お侍、どうぞこちらへ。面白い話を知っておるようだな。アザモで会うとは驚いた。お互い民が求める地へ行くようで、あなた様にも益ある話。幾百とせの昔か、長尾忠頼公、音に聞こゆる弓取りなり。さとき飛車にて矢先外れず、弓矢八幡の覚え意図めでたく、弓取りに鎧を賜る。軽けれど仇ことこの上なし。殺しも海賊浜辺の村を略奪し、アザモ浦の民を皆殺しにせんとす。民は皆走り散れど、忠頼公八幡の鎧をつけ一人で立ち向かう。海賊ども押し寄するに、忠頼公を引き固め矢を放てば、およそい殺し、残りし者の刀も鎧を通らず。幾とせの後、忠頼公往生のほど、八幡の鎧も消えうせけり。人の曰く、忠頼公の末裔なる者これを持ち、ただ対馬を守る強者の訪ね来るを待つ。紫の冠という地が忠頼公の言い伝えの中に残されています。そこはアザモの北にあり、紫の菊が咲き乱れ、忠頼公もよく参られたとか。を倒すためならば手段は問わねえ。良い鎧なら手に入れたいものだ。比類なき鎧にございます。そして紫の冠で今も眠っているはず。すまない、仕方なかったんだ。紫の菊だ。この花のことを奉仕が話しておったな。冠に続いておるはず。
ここが冠、忠頼の鎧があるはず。こうだ、まだ新しい。中に何かあるようだ。忠頼の鎧への地図。ここにも紫の菊、忠頼の庵は近いな。
誰の墓だろうか。時は経ち流れ静まる。ただよりは安き心もて弓ひかばあまたを射抜く。長尾家の家紋だ。忠頼の一族、紫の冠と同じ子を抱いて間もない。ここで何をしている。即刻立ち去れ。争う気はない。我が名は酒井陣、志村殿の甥だ。嘘をつくな、盗人め。覚悟するがよい。殺したくはない。諦めろ。いや、忠頼様の墓所を土足で荒らすとは不届き千万。忠頼様の墓所を汚しおって。いや、敵は同胞にあらず、猛虎だ。薄汚い盗人風情め。負けてなるものか。立ち泥棒がよく戦うな。何とぞお待ちを。我が名は楓、忠頼様の末裔です。侍はすべて殺されたと聞き、てっきり墓荒らしかと。賊ではないが、ご先祖の鎧を探しておる。あなたにお譲りできればよいのですが、鎧は行方知れずで。探す手立てはないのか。古い書にこんな一文があります。忠頼公は阿座浦を永遠に見守ると。鎧の隠し場所を示しているのでしょう。鎧は千里眼を授けると言われています。どうか忠頼様のようにか弱き民のためお使いください。阿座浦を見守る。村の裏にある山か。忠頼の紫の菊だ。奴ら奉仕を。おい、アルボ、ジプスゲどうしろ。奴ら奉仕を。
酒井様、よく来てくださった。忠頼の末裔に導かれた。何があった？忠頼公の嫡男が書いた巻物を蒙古が見つけてしまったのです。私はその解読のため連れてこられました。鎧は奪われたか？いえ、酒井様が来ると信じ違う場所へ行かせました。賭けに出たのだな。私の勝ちですな。鎧はこの石碑の下にあります。さあ、ご自分で手にしてください。忠頼の石碑だ。下がっておれ。猛虎は近づかせぬ。ちょっとバリー、どうぞ。手が来るぞ。無事か？はい、酒井様。まさに弓取りのための鎧だ。あなたにお話ししてよかった。
さて、そろそろ出立いたします。